やってきました。マインクラフトの時間です。おい、メタルギアはどうしたんだ？とりあえず、いろいろなゲームに手を出して、再生回数が多いものを、シリーズ化していく方針です。まあ、それはいいとして、マインクラフトで何をするんだ？やっぱり、王道のサバイバルか。いえ、クリエイティブの建物紹介をしようかと。で、どんなものを紹介するんだ？空母です。空母って、センスのいい人他にいっぱいいるぞ。私もそう思いますが、そういった空母は、中身が空洞だったり、大きさが小さかったりするものが多いので、そういったところをこだわってみました。なるほど、少しだけ期待しておくぜ。おお、思ったよりも大きいんだな。横幅35ブロックで、見切れてますが長さは267ブロックあります。前後1機ずつ艦載機用のエレベータがあり、艦橋後ろに、爆弾用エレベータがあります。向こうにある4本の長いあれはなんだ？着艦誘導灯と言います。使うときは横に倒して使います。あの、赤と白のしましまはなんだ？着艦誘導式と言って、着艦するときにこの上に来たら、未点姿勢を取る場所です。ここに、見えづらいですが着艦ワイヤーがあります。艦橋の上には、機銃庫とディスペンサーが設置してあります。艦橋最上階は、操舵室です。見晴らしは、あまり良くないな。壁は、敵からの攻撃に備えて、二重になっています。操舵室の下は戦闘指揮所になっています。戦闘指揮所には、上級士官がたくさんいるので、ガラスは三重になっています。意味あるのか？実際は二重でも、三重でも TNT の前では無力ですが、気分の問題ですよ。ここは、無線室のつもりです。正直狭すぎ。ここは、何の部屋だ？一応飛行兵の待機場所のつもりです。ここにも、ディスペンサーはつけてあります。外観はひどいな、これ。ちょっと、何言ってるかわからないなぁ。あとはこの部屋と同じような部屋が続くので、カット、細部にこだわっていたんじゃないのかよ。ここは、艦載機格納庫です。わかりづらいですが、戦闘機と爆撃機の2種類があります。何機ぐらいあるんだ？現状は47機あります。まだ、スペースはあるのでもう少し乗せれますね。次は、船外です。奥のでかいのは何だ？よくぞ、聞いてくれました。これは、この船自慢の25連装ロケット砲です。25個のディスペンサーから、放たれるファイアーチャージは圧巻ですよ。じゃあ、撃ってみようぜ。しかし、撃つと隣の駆逐艦が火の海になるので撃てません。やはり、ポンコツだったか。で、そこにあるのは何だ？ TNT 降格砲ですね。敵機を攻撃するのに使います。ちなみに私が使っているのは、トラップドアで引っ掛けるタイプなので、最大高度で起爆できます。そして、ベーシックな TNT キャノン。そして、集中配備された機銃です。反対側も同じように機銃や TNT キャノンが設置されています。上も機銃と TNT キャノンが設置されているだけなので、カット。さあ、続きましては、居住区です。ここは、下級兵用の雑魚寝部屋です。要するに、手抜きだな。ここは、給湯室です。真ん中の水は無限水源になっています。ここは、トイレです。プライバシーのかけらもないな。発電機室です。特に何もないです。ここは、弾薬庫です。小型エレベーターで、飛行甲板まで繋がっています。戸締まりは大切。隣は、食料庫です。こちらも、弾薬庫と同様に飛行甲板まで繋がっています。で、ここは一般兵用の食堂ですね。
防火のためにテーブルと椅子は燃えないものを使っています。ここは理容室です。もちろんメニューは坊主のみです。隣はまたまた発電機室です。この発電機室は非常口がついています。出たら海ですけどね。もう少しどうにかならなかったのか。いいんですよ。海軍さんなら泳げますし。ここは、一般兵用の寝室ですね。ベッドが浮いているのは気のせいか。そうです。気のせいです。あとは、同じ部屋が続くので、カット。ここは、関西企業エレベーターの下の機械室です。無駄に広いと思います。ここは、士官専用の食堂ですね。基本は一般兵用の食堂と同じです。そして、士官専用のお風呂です。脱衣場が丸見えだが、いいのか。大丈夫です。ホモは入隊できませんから。またまた、発電機室です。至るところに、いっぱいあります。そして、ここは士官専用食堂の調理室ですね。ちゃんと食堂につながっています。ここは、士官用の寝室です。士官は一人部屋なんだな。あとは、同じ部屋が続くので、カット。鉄のトラップドアか、何か大切なものがあるのか。いえ、大切というよりも、いらないものですかね。というわけで、そうです。悪いことをしたらここで臭い飯を食ってもらいます。続きましては、ソナー室です。音を通さないように、ガラスで仕切っています。中に入るときも、二重の扉を通らなくてはなりません。この部屋に意味はあるのか。ありません。気分ですよ、気分。終わりか。まあ、まだ機械室とかありますけど、その辺は、軍事機密なので、お前は一体何と戦っているんだ。街を脅かす、悪と戦っています。そんなわけで、次回があるなら街の紹介になりますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。